スペースコロニー、スペースコロニー、スペースコロニーとは、1969年に当時、アメリカのプリンストン大学教授であった、ジェラルド・オニールらによって提唱された、宇宙空間に作られた人工の居住地である。スペースコロニーは、1969年に、アメリカのプリンストン大学にて、ジェラルド・オニール博士と学生たちのセミナーの中での、惑星表面ではなく、宇宙空間に、 巨大な人口の居住地を作成するというイデアから誕生した。1974年にニューヨークタイムズ紙に掲載されたことから広く一般に知られるようになった。地球と月との引力の関係が安定する領域、ラグランジュポイントに設置され、居住区域を回転させて遠心力によって疑似重力を得る。コロニー内部には地球上の自然が再現され、人々が 地球上と変わらない生活ができるようになるという構想である。例えば直径約 6km の円筒形のスペースコロニーが地球と同じ重力 1GOL には1分50秒イコール110秒で1回転すればよい。約60ラジアンマイ秒。これはかなりの高速だが地球と同じだけの重力を必要としないのであればさらに低速でよい。 地球全体での人口の爆発的増加、資源枯渇などに対する回の一つ、他、確率は少ないが巨大隕石や水星といった天体衝突に対するリスクヘッジとして注目されたが、冷戦構造が集結し各国の宇宙開発投資が抑制されていること、特に先進国においては、出生率低下傾向が続いていることなどから、 今のところ現実のプロジェクトとして具体化してはいない。また、仮に100万人収容できるスペースコロニーを建造できたとしても、世界の人口は1年に8、0000 000人前後増加しているため、1年に80期ものスペースコロニーを建造して、やっと人口増加分を給できる計算である。さらに、建築材料は月や小惑星から持ってくるとしても、居住する人間は、 地球から衛星軌道まで運ばねばならない。人数と費用を考慮すると、軌道エレベーターのような新規の輸送手段が必要である、可能性もある。以上のような理由より、費用対効果の面から考えると、人口爆発の解決策として有効であると、単純には得ない。現在では単に宇宙空間への植民手段の一つとして認識されている。なお、日本では一般的に、 スペースコロニーという呼称が多く用いられているが、スペースハビタット、スペースハビタット、宇宙居住地、スペースセツルメント、スペースセトルメント、宇宙居留などの別の名前で呼ばれることもある。スペースコロニーのデザインとしては、以下のような案が提唱されている。1974年に、ジェラルド・オニールにより提案されたデザイン。著書、ハイフロンティア、ではと呼ばれている。 オニールのスペースコロニーといった場合、一般的にこのモデルを指す。シリンダーは直径、長さで数百万人の人口を想定している。0.55rpm で回転、1分50秒で1回転し、地球と同等の重力を発生させる。円筒内部は軸方向に6つの区画に分かれており、交互に陸と窓の区画となっている。窓の外側には、 太陽光を反射する可動式の鏡が設置され、昼夜や季節の変化を作り出す。窓の蓋のように見えるためか、稀に誤解するものがいるが、この反射鏡は、凹面鏡ではなく平面である。バナール玉は、1929年に、ジョンデスモンドバナールが提案したデザイン。原案では、直径1 6トルの玉柄に2万から3万人の、 人口を想定していた。後に、スタンフォード大学にて再設計され、直径500メートル、1万人の人口で、1.9rpm で回転して、赤道部分に地球と同等の重力を持つ構造のものが提唱されるようになった。この設計案では、太陽光は外部に設置された鏡にて反射され、極付近の大きな窓から取り込まれる。この再設計したものは、 オニールの著書ハイフロンティアにて、島1号、アイランド1と呼ばれている。また、直径 1.8km、人口14万人に拡大したものは島2号、アイランド2と呼ばれている。スタンフォードトーラスは、1975年にスタンフォード大学にて設計されたトーラス型、ドーナツ型のデザイン。直径 1.6km、1万人の人口を想定しており、 1rpm で回転して、リング内部の外側に、地球と同等の重力を発生させる。太陽光は、鏡で取り込まれる。リングはスポークで結ばれ、スポークは人や物資の移動にも使用される。また、スポークで繋がれたハブは無重力であるため、宇宙船のドッキングなどに使用される。構造物を一から建造するのではなく、小惑星や、 小型衛星などの天然天体の内部をくり抜き、内側を居住区域とするもの,の。建造資材を自己調達できるメリットがある。1996年の大林や仕組みの機関紙に掲載されたデザイン。長さ1 9トル、アポロチョコを底面で二つ結合したような総円水状の形をしている。外角と内角の二層からなり、人口は2000人。 太陽側の外角表面は太陽電池パネルで覆われており、また外角と内角の隙間が宇宙港となる。軌道の維持はコロニー広報に展開したソーラーセールで行う。スペースコロニーで健康な人間集団を維持するためには以下のような多くの課題を解決しなければならない。基本的にほとんどのコロニーのデザインは巨大で薄い壁に覆われた。 圧力容器とみなすことができる。コロニー内部に地球と同じ大気を実現するには、大量の酸素と窒素を必要とする。そのうち、酸素は月の石から入手可能である。窒素は地球から入手できるが、地球からの輸送には多大な費用がかかるため、完璧に近い空気のリサイクルを行う必要がある。空気は様々な方法でリサイクルすることが可能であり、 わかりやすい手段としては、光合成のための庭園。できれば、水耕栽培か森林庭園を使用する方法がある。しかしながら、これらは、工業汚染、例えば気発油や、過剰の分子性ガスは取り除けな。原子力潜水艦で使われている、標準的な方法として、触媒として、バーナーを使うものがあり、これは、ほとんどの有機物を取り除くのに、効果的である。 それ以上の安全のために小さな低温の蒸留装置で徐々に不純物、水銀蒸気やバーナーでは除去できない気ガスを取り除く必要があるかもしれない。有機物の大部分は、はじめは月や小惑星、または地球から輸入しなければならない。だがその後はリサイクルにより輸入の必要性を減らすことができる。提案されているリサイクル方法の一つとして、 低温の上流物、植物、ゴミ、それに下水を電気アークで焼却して、それをさらに上流するものがある。それにより、二酸化炭素と水はすぐに農場で使用できるだろう。灰の中の硝酸塩と塩は水に溶かすことで純粋な鉱物に分離される。ほとんどの硝酸塩、カリウム、ナトリウム塩は有効に肥料としてリサイクルできるだろう。 鉄、ニッケル、およびシリコンを含む、その他の鉱物は、まとめて、化学的に生成して、工業用に再利用できる。残った、ごく一部、重量にして0.01%未満の資源は、無重力化の質量分光法で純粋な元素へと、処理し、肥料や工業資材へと加えることができる。この方法は、 NASA の研究で証明された手段であり、人々が実際にスペースコロニーで生活を始めれば、より洗練された方法が取られるようになるだろう。長期間の軌道上での研究で、無重力では骨と筋肉が弱くなり、カルシウムの新陳代謝や免疫システムの調子が悪くなることが立証されている。ほとんどの人々が絶え間ない鼻詰まりか鼻炎となる上、 体質によって起きる宇宙酔いは訓練等で克服することができない。そのため、ほとんどのコロニーは疑似重力、遠心力を発生させるために、天運動を利用するデザインがなされている。NASA の鳥と植物を使った研究で、遠心力は、生理学上は重力の有効な代わりとなることが証明されている。だが、そのような環境で人の頭を素早く回転させることは、 人の内耳が異なる回転速度で動き、傾きを感じる原因となる。遠心分離器による研究では、半径100メートル未満、または 3rpm 以上の回転速度で回転する住居の中では、人々は乗り物酔いとなるということが示された。しかし、この研究と統計上の推測によれば、ほとんど全ての人々が半径500メートル以上で 1rpm 以下で、 回転する住居の中であれば快適に生活できることも示された。発生学的に見て、脊椎動物の発育には重力が必要であり、脊椎動物の胎児は無重力では、脊椎などがうまく形成されないことが判明している。このため、スペースコロニーでの妊娠出産育児には重力が必須であり、妊婦が無重力状態にさらされると、危険や 死産の原因になる可能性がある。回転による疑似重力を利用したコロニーでは、通常の重力化とは異なる運動が起きる。例えば、回転と同じ方向への移動中は、疑似重力が増加し、半回転方向への移動中は、疑似重力が減少する。また、回転するコロニー内で、上下方向、回転軸のある方向及びその逆方向に移動しようとすると、 横方向への大きなこり売りの力を受ける。この結果、例えば単純なボールの投げ上げ運動でも、その軌道は複雑になる。宇宙空間での放射線については、二つの問題がある。一つは、宇宙船で、年間80ミリシーベルトの被爆をすることになる。年間50ミリシーベルトが安全上の最大値で、健康上問題ない最大値は、年間3ミリシーベルトである。 もう一つは、太陽フレアにより稀に放射される、大量の X 線と、高エネルギー化電粒子である。これらの放射が起きると、50%地視線量、LD50 の4シーベルトを超えるほどの放射線が放出される。研究の結果、巨大なスペースコロニーではその構造、を、2メートル以上の厚さの鉄と空気が、ガンマ線を効果的に遮蔽する盾となることが、 発見された。小さなコロニーでは、外側に多量の岩石を浮かべて回転させないで縦とすることができる。太陽光は放射線対策をしたルーバーから鏡を通して入射させることができる。コロニーは真空中に存在することから巨大な魔法瓶に類似していると言える。従って取り入れた太陽光と 生物からの熱を除去するためのラジエーターが必要となる。非常に小さなコロニーでは、コロニーと一緒に回転する放熱翼を持つ方式が考えられる。この方式では、対流により暖かい空気が翼に集められ、冷たい空気はコロニー内へと沈んでいくだろう。また、他の方式としては、中心的なラジエーターにより冷やした水などを、 冷却剤として分配するというものも考えられる。コロニーに最適な軌道についてはまだ議論されているが、それはおそらく商業的な問題である。月とのラグランジュ点 L と L の軌道は、現在では月、地球の双方から遠すぎると考えられるようになっている。より新しい案として、交互に月と地球に近づき、双方に低エネルギー、安価で接近できるに、 一の共鳴軌道を使用することが提案されている。これにより、原材料と市場の双方を素早く、かつ安価に利用することができる。また、ほとんどのコロニーのデザインでは、他の宇宙施設や月等との間の物資の運搬手段として、ロケットの代わりに、テザー衛星、卸ろし作業や、マスドライバー、上げ作業を使用することが考えられている。 これらの利点はどちらも推進剤を全く使用しないかあるいは非常に安価だということである。ただマスドライバーは重力緯度の深い地球からの物資打ち上げには不適当とされている。コロニーの設計ではほとんどの鏡が太陽に向くことが要求されている。オリジナルのオニールのデザインでは2つのシリンダーをモーメンタムホイールとして使用し再三運動により 角度を変更して太陽方向に押し出すようになっていた。以降のデザインでは軌道上で回転して窓に太陽光が直角に刺すように小さな電気モーターで太陽を覆うように誘導切る軽量な鏡を使用するなどしている。数万人もの人々が暮らす薄い壁に覆われた圧力容器であるコロニーは事故、テロ等の災害に極端に弱いと考えられる。 このため、非常時の救命設備と住民の避難訓練に万全を期する必要がある。蒸気以外にも様々な形式が考案されている。砂時計のくびれ部分が中心回転軸で、量の底の部分にある居住区に人工重力を発生させる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。